カビカン。これはくさび型文字じゃなくてメソポタミア文明か。ハロウィーンの飴がここに売っとると聞いたが、飴なんで？住民たちに配らんといけぬんじゃろ。一個じゃ足りんけどな。一個じゃ足りん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。もう入荷されたかもしれんな。そんなに人気なんか。飴玉を一つくださいな。トリックアトリート。若者。あ、こんにちは。どうされたんですか？さっきたぬき商店のところ行ってきて飴玉買おうとしたんじゃけど。はい。一個しか売ってなかった。そうですよ、あの一つしか買えないですよ。一日に一個だけ。なんで？いや、なんでって言われてもそういう仕様になってるみたいですけどね。いや、わしそんなこと知らんと昨日落ちてた飴玉食べてもうたけどな。ああ、そうなんですね。あ、それはちょっと残念ですね。よかったな。ハロウィンって31日じゃろ。はい。わし生まれたのがこの前、4日ぐらい前やのに、いっぱい集めれるわけないやろ。無理ゲーじゃなかろうか。なんで100個ぐらい売ってくれんのじゃろうか。いや、だって100個も売る。なかなか雨じゃろ。あの、集める楽しみっていうのが、たくさんもらった方が嬉しいよ、わしは。いや、まあそうなんですけど、毎日のルーティーンのようにコツ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 と貯めていくことによって、こう楽しみが増すというか、なんかそんな風になるでしょ。風鈴。ルーティーン。マーティン。ルーティーン。そういえばこの前ルーリーには含まれない出来事が起こったんじゃ。何です？野村聞きながら。穂村ですね。高速道路を走っておって、それ聞いとったら寂しい感じになってしまうての。心が落ち込んだんじゃ。その時アクセルを少しぶって踏んでしまった。そしたら裸卒につかまり、明治か。後日赤色の紙切れが届いたんじゃ。何を書いてるかようわからん。これはくさび型文字じゃなって。メソポタミア文明か。いや、っていうか、あの、ちゃんとその紙に書かれてる指示に従わないと。コンポタ。メソポタミア。ようわからんもん。島のみんなに配りたかったな。夢かなわんかったな。いい夢見せてくれないんじゃ。ここの島は一日一個飴玉、それだけ。わしの楽しみなくなった。もうだって無理じゃもん。さっき拾った飴玉食べてもうたし。ハロウィン、ハロウィン、ルールールー、飴玉集めてトリックアトリート。もうない、もう1個、もう手持ちに1個しかない。ええ言葉教えてやろうか。はい。努力したものが必ず報われるとは限らん。しかし成功した者は皆すべからく努力しておる。
なるほど。しかしわしの努力は叶わない。たぬき商店に行ったけど飴玉一個しか買えんかったからもう叶わない。他にやりたいことってないんですか？はあ、やりたいこと？ほうきにまたがって空を飛んでみたり、日の神神楽使ってみたり。あ、知ってるのかい？かいって言ってすいません。知ってるんですね。一応読んだんですね。あ、おじさん。なんじゃ？ちょっとこっち来てもらっていいですか？なんでじゃ、なんか虫おるぞ。あ、すいません、後で潰しときます。へい。じゃあおじいさん、日の神神楽を使える夢を見させてあげます。マジ？わあ、すごい。はっ、神かぐや、エンブー。どうでしたか？覚えてらん。